日本推理作家協会賞長編、及び、連作短編集部門受賞作、第133回直三35賞候補。角川ミステリ2002年8月号から2003年5月号、及び、本の旅人2003年7月号から2004年9月号に、掲載され、2005年に単行本化、2008年に、文庫化された。単行本、文庫本ともに、 カバーデザインは、ブックデザイナーの祖父江誠が担当した。北陸、警視の名刺青、沢家を襲った大量毒殺事件。乾杯の温度の直後、皆がもがき苦しみ始めた。家族、親族、商売に預かった、業者、遊びに来ていた近所の住人、子供たちも合わせて、17名が死亡した。現場には、 ユージニアという意味不明の言葉が出てくる死のような一通の手紙が残されていた。事件は婚礼を極め、捜査は父として進まなかった。しかし、事件から約3ヶ月が経過した10月も終わりの頃、一人の男が自殺した。不眠と妄想にさいなまれ、精神科への通院歴もあった、この男が、今回の事件をやったのは自分だ、と遺書を残していたのだ。 不明な点もあったものの、事件は一応の決着を見た。事件から数十年、見落とされていた事件の真実を人々が語り出す。ありがとうございます。